はい、どうも。今回のね、ひでまる号外はこちらですね。初心者の方が初めて買うタックルっていうのを、まあ、本気でね、選んでみました。ということで、動画のコメントのリクエストではないんですけど、私のプライベートの方で、ちょっと竿をね、船釣り用に買おうと思うんだけど、どういったものがいいみたいなのは、よくね、聞かれるようになりましたんで、なるべく低予算、だけど、安かろう悪かろうではないものをね、いろいろ選んでみたので、まあ、ちょっと動画にしてみました。これからね、船釣り用の道具を揃えたいなっていう方は、ぜひね、参考にいただければと思います。で、いろいろと皆さんご経験とか、バックグラウンドあるかと思うので、まあ、今回はね、2種類ご用意いたしました。最初に、本当に最初に、何も持ってないよっていう状態。だけど、船だけじゃなくって、岸からも釣りたいよっていう方は、スピンニングタックルをおすすめします。で、もう、例えばバスタックル持ってますよとか、今までバスやってました。でも、スピニングも実は持ってるんです。だけど、きちっと船用っていうのを持ちたいよっていう方は、ベイトリール、まあ、両軸リールっていうものを勧めたいなということで、今回は2パターンね、ご用意いたしました。ということで、まずは、1つ目ですね、こちらのスピニングタックルの方から、ご紹介していこうと思います。ということで、ね、ちょっとね、カンペ見ながらやっていきますんで、ちょっとね、目線が外れたらごめんなさいということで、まず、ダダーっとね、ご紹介して、その後解説を入れていこうと思います。今回選んだ、まず、竿ですね。竿は、メジャークラフトさん。ここはね、非常に安くていい竿を作られるので、メジャークラフトさんで、ティップランモデルの、エギングですね。型番いますね。ソルパラティップランで、SPS-782L の TR。っていう竿を選んでます。7フィート8インチの竿ですね。合わせるリールなんですけども、私はね、ダイワが好きで使ってるんで、ダイワでフリームスの2500番ですね。注目いただきたいのは2500っていうとこね。2506、2508っていう浅溝スプールではなくって2500っていう深溝です。合わせるラインが、今回選んだのはサンラインさんの P ラインですね。スーパーブレード5の200m、号数は 0.65。この3点セットで価格が、まあ私が見ている状態と27,37円ということになります。ということで、ちょっとね、一個一個解説していこうと思います。まずね、なんでティップライン用の竿を選んだかっていうと、まずは海なんで大物がかかることもあります。私も思いがけない下道として70センチのブリだとかっていうのを上げたこともあるんで、まずね、強靭なバットですね。当然、ティップランっていうのはアオリイカを狙いますんで、アオリイカっていうのは、エギを掴んだ後、ズワーッとね、イカジェットで走りますんで、それを受け止めるだけのバットがあるんですね。なので、強靭なバットがあること。だけども、硬いだけだと、食い込みがね、ちょっと気になるよというケースがあります。なんだけど、ティップランって、穂先で当たりを取る釣りなんですね。なので、これ、ティップの部分が、ほら、キューッと、非常にね、繊細なティップを持ってるんですね。で、繊細なティップがあって、でも、ベリーの部分、お腹の部分ですね、は粘りがしっかり残ってる。で、最終的に、しっかり硬いバットで受け止める。で、グリップエンドですね。ここのグリップエンドが、例えばバス釣り用だとこの辺までしかないんですよ。だけど、きちっと長いので、こうやって腕に当てて、魚がこうかかった時をいなすことができる。で、本当に大物がかかってしまった時は、こうやって脇の下にね、挟むこともできる。胸に当ててこういうファイトもできるということで選んでます。で、じゃあ例えば他にね、同じコンセプト似たようなところで言うと、例えば一つ天野の竿もあるじゃないかとか、あとはライトジギングの竿もあるじゃないか。でもなんでティップランを進めたいかっていうと、しゃくりの作業っていうのがですね、例えばこういう竿があって、えぎってこういう風に動かしますよね。パツンパツンパツンとね、えぎって動かすんですけど、この瞬間的にパンパンってこうテンションがかかる釣り方って竿にとって非常に負担がかかる。だけどティップランっていうのはこの動作をまずすることが前提として作られているので、まあそういったね、こういう急激な負荷に対して強い。だけどきちっと穂先も入るし、ベリーバットもしっかり粘る硬い。ということで、ティップランの竿をおすすめしています。で、長さはね、今回7フィート8インチっていうのをおすすめしているんですけど、実は船のデッキに立ってからこういうふうに竿を下に向けて待つときっていうのは、だいたい7フィート8インチぐらいが使いやすいかなというふうに私は経験上で思ってますんで、そのサイズをおすすめしたいなということにしました。
で、続きまして、このね、リールなんですけど、まあ、ブランドは何でもいいと思います。シマノがいい、ダイワがいい、アブガルシアがいいとかね、いろいろいらっしゃるんですけど、それはね、どこのメーカー使ってるから魚が釣れましたよなんてことはないので、メーカーはもうお好きにしていただければいいと思います。ただ、こだわっていただきたいのは、サイズが2500番だということですね。なんで2500番の深溝をね、あえて進めたいかっていうと、海の場合は、ラインを狙う水深の3倍ご用意いただきたいと思ってるんですね。まあ私のよく遊んでる瀬戸内なんかだと、深いところで70メーターあります。なので、70メーター ×3 というと210メーターですよね。ラインが200メーター以上負けるものっていうことになると、浅溝スプールだと負けないということになるんですね。なんで3倍もいるのかっていうと、例えば70メーターラインを狙います。ラインを落としていきましたと。着底した時に大物がかかって合わせたら高切れしちゃったってなると、例えば100メーターのラインだったら70メーター出た時点で高切れしてるんで、残りが30メーターぐらいしか残ってないんですよ。っていうと、じゃあ高切れした後っていうのは何も釣りができない状態、もうラインが出ない状態になるんで、まあそういうこともあって3倍巻いていただきたいなということで、深溝版ですね、2500番を選んでいただきたいと。3000番選ばれるのも全然いいと思います。ただあんま大きすぎると今度使いにくいんで、まあ2500番ぐらいをおすすめしておくと、バーサタイルにいろいろ使えるのかなと思います。ラインの方は、今回はサンラインさんをおすすめしたんですけども、メーカーさんはどこでもいいと思います。サンラインさんでもいいし、バリバスさんでもいいし、最近だとメジャークラフトさんとかね、どこでもいいと思うんですけど、こだわっていただきたいのは、号数が 0.65、PE の 0.65 であること、っていうことだと思います。慣れてこられると、0.5 号とか 0.4 号っていうところに落としていけばいいと思うんですけど、大物かかった時に、まだ初心者さんだよっていうことで、ちょっとファイトにやりとりにね、自信がないということで、0.65 ぐらいあった方が安心かなということで、 PE は 0.6。 これで何が狙えるかなんですけど、私のねホームグラウンドである瀬戸内ベースで申し訳ないんですけども、まず一番お手軽に行けるとしたらキス釣りですね。でキス釣り行けますし、もともとティップライン用なのでアオリイカ釣れますね。あとはマダイの一つ点やもね、ミカサスタイルっていうね、パンパンって跳ね上げてスーッと落としていくような、ちょっと重めの点矢でやる一つ点矢もできます。キャスティング平らはね、45グラムぐらいだったら全然投げれますんで、それもできます。で、あとは、まあ、50グラム以下のマイクロジギングのライトジグですね、もできます。なので、まあ、比較的ね、いろいろ使い勝手はいいかなと思います。船を降りた後もね、当然投げ釣り、ちょい投げの釣りにも使えますし、あとは、クロダイね、広島だと、ヌーチングなんていうね、言い方するんですけど、そういうね、岸からのチヌ、クロダイの釣りにも使えてきます。あとは、飛距離はね、ちょっと出ませんけども、エギング専用モデルに比べるとちょっとね、飛距離は出ませんけども、当然、岸からのエギングにも使えます。というか、私も使ってます。続きましては、このベイトタックルですね。こちらのおすすめっていうのを、ご紹介したいと思います。おすすめすべき方っていうのは、例えば、すでにもうスピニングタックルを持ってるという方ですね。例えば、バス釣りをもうされてたよとか、ショアのね、スピニングの釣りをしてたから、きちっと船用として一本買いたいよっていう方ですね。そういった方は、こちらのベイトリールから入っていただくといいかなと思います。同じくね、サクッとまず紹介だけして解説いこうと思います。まず選んだのは、同じくメジャークラフトさんです。そこの、イカメタルロットですね。3代目クロステージの、イカメタルのベイト、型番が CRXJ の B662MNS って言われるものですね。で、合わせるリールがさっきお伝えした通りダイワ灯なんで、ダイワのタナセンサーの、150H の DH ですね。で、ラインの方が同じくサンラインさんで、P ラインのスーパーブレード5の 0.85 で、ラインの長さですねが 200m ですね。で、合計価格の方が 23,680 円ということになります。まずロッドからいきましょうかね。ロッドが今回選んだのがイカメタルロッドなんですけど、まあ同じくですよ。イカメタルロッド、これはね、イカメタルではないんですけど、これを私イカメタル用に使ってます。で、適度にしなるバットなんですね。適度にしなるバットがあって、この穂先の部分がギューッと、もう同じようにね、こんな穂先がね、繊細な穂先であって、ある程度いなせるバット。ガチガチではないバットですね。粘りを重視しました。で、スピニングと同じく、このね、
煽る、しゃくるっていう行為をすることを想定して、まあ、イカメタル用を選びました。イカメタルなんで、イカも当然釣れるんですけども、あとはね、マイクロジギングだとか、タイラバっていうとこも、使えます。で、合わせるリールなんですけども、まあ、今回はね、タナセンサーの150っていうのをちょっとお勧めさせていただいてます。なんでかっていうと、これはちょっとね、型落ちの甲賀なんですけど、ここにね、ラインが今何メーター出てますよっていう、カウンターがあるんですね、タナセンサーっていうのは。なので、別にタナセンサーをおすすめしてるっていうわけではなくって、カウンター付きリールを買われると非常に使いやすいですよと思いましておすすめしています。サイズを今回150でおすすめしてるんですけども、150のギア比の方が、確かね、6.3 だったと思うんですよね。あ、そうですね、6.3 です。なので、ハンドル1回転で69センチ巻けるものになってます。この69センチ、6.3 のギア比っていうのがちょっと重要だと思ってて、船釣り、オフショアの釣りでバーサタイルに使いたいんであれば、ギア比を 6.3 から6.5 の間に入れた方がいいのかなというふうに経験上思ってます。例えば、マダイ専門で釣りたいよっていう方がいらっしゃれば、甲賀みたいなギア比5前後ですね、を持たれて、1回転の巻き取りがだいたい50センチから55センチの間ぐらいのものがタイラバ専用だったらいいと思います。だけど、それだとマイクロジギングだとかジギングの釣りっていうのは少しちょっと遅い。で、バーサタイルに行くんだったらギア比が 6.3。逆にパワーゲームの方に重視したいよっていう方は、ギア比7から8っていうのがいいかなと思うんですけど、バーサタイルに幅広く何でも多目的にっていうんだったら、ギア比は 6.3 から 6.5 のものっていうのをおすすめしたいと思ってます。で、ハンドルですね、右巻き左巻きはどちらでもいいです。お好みでいただければいいと思います。ラインの方が、今回はサンラインさんで、PE の 0.85 で、同じく 200m を、推奨したいなと思ってます。で、まあ、例えばバーサタイルなんで、タイラバだけではなくってマイクロジギングもそうですし、秋になれば荒食いしてる青物だとか、ちょっとね、初頭に入ればタチウオなんかもやりたいなってなると、まあ 0.8 ちょっと不安だな、ちょっと太平洋、日本海ね、瀬戸内以外だからちょっと大物かかるんだよねっていうと、これを1号にされるといいかなと思います。量なんですけど、やはり 200m 以上ですね、狙う水深の3倍以上巻けるものっていうのが一つ目安になるかなと思います。理由はね、スピニングと一緒ですね。高切れした場合でも釣りができるように、しっかり巻けるもの。カウンター付きのいいところっていうと、釣れた棚がわかるんですよね。例えば水深が50メーターのとこで、はいどうぞって船長が言いましたと、50メーターで、ラインを出していったら、カウンター見てたら、例えば50メーターきちっと落ちたとしたら、ね、まっすぐ綺麗にラインが落ちたんだなっていうのが一つわかるし、巻き始めね、例えば、平らばしてる時に3巻き目で釣れましたって言っても、初心者の時って、まあ自分もそうだったんですけど、テンション上がっちゃって本当に3巻き目だったのかってわかんないんですよ。実は13回巻いてたのに3って勘違いしたってこともよくあるんで、カウンターついてれば冷静にね、あ、当たった当たった当たった、あ、今 45m で当たったとかね、そういうことができるんで、カウンター付きで非常にいいと思います。で、イカメタルをもしされる時っていうのも非常に使える。で、タチウオにも非常に有効的ということで、おすすめしました。まあ何度もね、話の中で出てるんですけど、今回の3点セットで狙えるものっていうと、まず一つ、当然イカメタルできますよと。で、タイラバいけます。マイクロジギングいけます。 100g 程度までのライトなね、タチウオだとか、あと秋のちょっとちっちゃめのね、青物っていうあたりで青物もいけます。で、当然ね、少し送り込みっていうのが必要なんですけれども、まあ、アジのサビキだとか、あとキス釣りっていうのもいけます。で、長さを今回 6.6 というふうにしてます。っていうのは、スピニングの方で 7.8 と、7フィート8インチっていうのをおすすめしてますんで、少しね、レングスを変えて、味付けを変えてというところで6フィート6インチっていうのをおすすめしてます。ということで、今回の号外は、初心者向けタックル選んでみたということだったんですけど、まあ、基本的には瀬戸内向けで選んだんですけど、まあ、湾内のね、例えば駿河湾とか伊勢湾とか、そういうね、内海の釣りにも、まあ、通用するのかなと思ってますんで、まあ、ちょっとよかったらね、ご参考にいただければと思います。ということで、引き続きチャンネル登録いただければ嬉しく思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。